井岡さん、はい、チャンピオンがですね、はい、だいぶこうリズムを掴んできたように見受けられるんですが、どうですか。そうですね、後半の戦いはチャンピオンも慣れてると思うんですよね、はい、だからなんかさっきのラウンドチャンピオンも良かったような気がしましたね、はい、鶴太郎さん、はい、チャンピオンはですね、ええ、日本に来てからもう本当に日本の報道陣をシャットアウトしましてね、あ、まあ、完全にまあベールに包まれたという感じだったんですけども、あ、そうですか、ええ、練習見せなかったですもんね。そうなんですよね、かなりやはり海老原を意識していることだけは間違いないと思うんですけどね。そうでしょうね。右からボディロープレース、ガードしてますよ、チャンピオンガードしてる、アームブロック左のジャブワンツーですが、これはダメ、右のアッパー突き上げる、左が当たる、渡嘉敷さん、はい、有利の方もこ うまく相手のパンチバックステップしてかわしてますよね。そうですね、今のところ足使っておいた方がいいですよね、はい、だんだんチャンピオンの方もペース掴んで前に出てきてますから、はい、右です、右のクロスです、チャンピオン有利の右を、ね、だいぶ防げるようになったんですよね。まだ右、右が空振り、右のストレート、左のアッパーから右のストレートフォローしましたが、これはダメでした。チャンピオンちょっと大振りですよね、はい、細かいマッチ、左のアッパー当たる、左のアッパー、右のストレート、左が顔面にヒットします、接近戦になりました、小さいパンチが当たっている、小さいパンチが当たっている、今度はチャンピオンが出ます、ムールも、ね、かなり打ってますからね、疲れが、ね、どう後のラウンドに響くかですよね。そうなんですよね、チャンピオンはそれを読んでるかもしれないですよ。あ、なるほど、会場からは有利コールが起こりました、右のアッパーが右のストレート、最後ストレート、最後ストレート攻撃、チャンピオンですよね、聞いてても、ね、聞かない顔してますからね。あ、なるほどね、これに惑わされないで有利はとにかく信じて手を出すしかないですよね。そうですよね、投げないでね、投げないで聞いてるんですから絶対ね、はい、チャンピオンの唯一の敗戦はアメリカの、わーっと右のストレート、右のストレート、体を入れ替えました、ユリエビハラ、右だ右だ、カウンターが勝った、これは効きましたよ、さあ立てるかチャンピオン、立てるかチャンピオン、無理だ、立てないでしょ、立てない、チャンピオン立てない、歴史的な一瞬です、CIS で初の世界チャンピオン誕生、素晴らしい右が入りましたね、右のカウンターが決まりました、有利、拳を天に突き上げます、ロシア人として初めての世界チャンピオン、チャンピオンベルトを祖国ロシアに持ち帰ります、有利海老原、歴史的な一瞬です、しかしいい試合でしたね、いい試合ですね、素晴らしいですよ、やっぱりよくお互い練習してますからね、すごい激突になりましたよ、鶴太郎さん、はい、最後の最後、鶴太郎さんがね、チャンピオンは聞いてるんだから、それを信じてという言葉がなんか伝わったみたいですね、よかったですね、いやいや本当頑張りましたからね、頑張りました、よかったです、鬼塚さん、はい、いかがですか。